どうも、しこぶです。今日はですね、2019年11月27日ですか。もうね、11月終わりますね。早いもんで。今年も終わりですよ。皆さん、どうお過ごしでしょうか。最近は北海道もめっきり寒くなってですね、まあ、雪はね、そんなまだ積もったりしてないんですけど、寒いっすね。で、今も雨降ってて、多分後で、あられとかになんじゃねえかっていう感じするんですけど、めちゃくちゃ寒いですね。この時期の雨は本当に辛いです。というわけで、すごい寒いですけども、今日はですね、なんかすごいことが起こりましてですね、こんなことあるのかっていうぐらい素晴らしいことに出くわしたんで、それをちょっとお話ししたいと思うんですけど、まあ、僕 YouTube ね、やっております、こうやって。で、かれこれもうね、4年ぐらいですか、もう。まあ、4、5年やってるわけですよ。で、配信に関してはもう3年ぐらい、YouTube で。本格的にやり始めたのはもう、まあ3、4年かな、もう経つんですけど、やってきましてね、初めての出来事だったんですが、まあ、率直に言うとですね、街で声をかけられました。ユーチューバーですかって。ですよね。街でっていうか、僕、バイトの昼休憩、だいたいね、外で飯食うんですけど、駅前、バイトから駅近くて、その駅前にね、結構食い物屋があるんで、よく行くんですよ。で、今日行ったのが、まあ、よく行く蕎麦屋。蕎麦食いたくて、ちょっと蕎麦屋行ったんですけど、まあ、そこでいつも通り僕はですね、まあ、席に着いて、席に着くや否やですね、まあ、注文をして、そばをね、注文して、で、まあ、注文した後、まあね、スマホとか音楽聴きながらですね、注文待ちをしてましたよ。そしたらですね、肩をいきなりポンポンってやられて、最初僕ね、なんかアルバイト、そのバイト先のパートさんかと思って、パートさんが僕のこと見かけて、あ、これ、来てたんだみたいな感じで挨拶されたのかなと思ったんですけど、まあそんなことだろうなと思って振り向いたらですね、全然知らない方がですね、いまして、そこの振り向いた先にです。で、あれ誰だろうこの人と思って見たんですよ。じゃあそで、そのか、まあ男性なんですけど、その方がですね、スマートフォンを持ってですね、僕に画面をこう見せてきてですね、あれなんだろうなと思ったら、僕の YouTube チャンネルが映ってるし、スマホの画面を、おいって見せてきて、この人ですよねって言われたんですよ。すごくないですか？僕、チャンネル登録者215人ですよ。215人風情で、こんなことあるのかと。で、いや、僕もびっくりして、ね、びっくりするじゃないですか。まさかさ、こんな底辺の底辺ですよ。底辺も底辺のチャンネルで声かけられるなんかもう夢にも思わないので、なんで知ってんすかみたいになるじゃないですか、そりゃ。そして、まあ、理由聞いたら、なんかその、8月ぐらいかな、僕がですね、なんだっけ、洪水、岩見沢市で洪水があったんですよ。で、そのことについてね、まあ、喋ってる動画が、まあ、上がってるんですけど、多分3、4ヶ月前の動画になるんですけど、それをね、どうやらね、見てくれてたみたいです。で、その方も、声かけてくれた方も岩見沢の方で、なんかね、岩見沢の面白い YouTuber いないかなみたいなのを YouTube で探してたみたいなんですよ。そしたら僕のその洪水の動画が、洪水について喋る動画がヒットしたみたいで、で、それから入っていただいて、で、まあ、なんかチャンネルいろいろ見てたらゲームやってるんだっていうことを知っていただいてて、それからなんかちょいちょい見てくれてるらしく、すごくないですか？で、なんかその、なんで気づいたんですかって聞いたら、もう声聞いた瞬間に気づいたって言ってました。だから相当僕の、だから僕がそばを注文するときにまあ声を発したんですけど、そこで気づいてくれたらしくて、相当僕のチャンネルを見てくれてる方だと思います、それは。声でわかるって相当ですよね。で、顔を見たらもうバチッとあったんでしょうね。ああ、この人 YouTube やってる人だと思ってくれて。で、
画面を見せながら僕に声をかけてくれたという、すごくないですか。で、まあ、その方もね PUBG をやってらっしゃると言ってました。もしねこの動画見ていたらですね、今日お会いした、方ありがとうございますこれからもね頑張ってやっていきたいと思います。いや本当にねこういうことあったらもうモチベーションはもう上がりますよね。初めてですよ YouTube でこんな一番嬉しい、やってて嬉しかったっすよね。ねまさかね普通にあの生活してる中で声かけられるとは夢にも思ってなくて、もちろんそのなんだろうな、僕の弟の友達とかはに声かけられるっていうのも嬉しいし、まああとねその僕が通ってた専門学校の人にもまあ一応ねなんかその成り行きで、まあ、YouTube やってるんですよねみたいな感じで言ってまあ見てもらってるかもしれないんですけど、まあそういうのも嬉しいんだけど、まあ、それはもうある意味自発的なあれなんですけど、いや向こう側からね声かけてもらえるっていうのはやっぱり一番嬉しいなとで200人でしかも200人の登録者の中に岩見沢市民の方で、さらに僕のよく行ってる蕎麦屋にも来てるっていう、なかなかすごい確率ですよ。こんなことあっていいのかって本当夢かと思って、僕めちゃくちゃあのほっぺをつねりまくったんですけど全部痛いんで、間違いなくこれ現実だなとそこで思いました。本当にびっくりして、いや嬉しかったっすね。なんか本当、YouTube やっててよかったなと、まあいろいろなあの結構その YouTube やっててよかったなっていうのは随所に感じるんですけど、今日は本当に一番それを感じましたねいやー本当にやっててよかったし、と思って、岩見沢、まず岩見沢の YouTuber で調べるっていうことがすごいですよねいや本当になんか、糧になります。あの YouTube のねモチベーション上がるね、これは。だからちょっと本当に頑張っていきたいなと思っております。これマジでマジ話なんで本当嘘じゃないですからね。僕が一番現実か夢か疑っているところなんですけどマジなんで、どうか信じてください。というわけで、あのこの動画見てたらですね、今日声をかけてくださったですねあの視聴者さんね、コメントいただけるとありがたいです、まあ、コメント別にくれなくてもね、あのこれから見ていただけたらまた嬉しいなと思います。本当に嬉しかったなっていう、まあ、報告でしたこれからも配信頑張っていきたいなと思います。で、まあこれから雪のシーズンにもなりますんでね、なんか外でねなんかそういう動画撮ったりして北海道アピールをしていきたいなとは思ってるんですけども、スマホの調子が本当に悪くて早く機種変したいんですけど、というわけで今日は終わります。さよなら、ありがとうございました。